私は旋盤と白旋盤を使います。この砥石を使う前に入れたマイペン、はい、上に沈めて泡取って泡がなくなるまで水にしてます。時間にして大体2、3分、ここが終わった時点で次の場所にスライドします。同じようにたまに水をかけて湿らせてください。はい、まあ、この状態でこちら側に返りが出ます。返りが出た時点で研ぎの片面が終了します。
出るのが、こちら側に返りが出ることが、研ぎの目安、終了の目安です。ここに引っかかりができます。押すと切れちゃうので、手前に引きながら返りが出てるのを確認してください。この部分が終わったので、次の場所にスライドします。大事なのはここで同じ角度を保ちながら、私も聞きながら、
手前に歯を向けてやってもかまいません。いずれにしても大事なのは、グリップをして砥石を当てた時にここの背中との間をですね、変えないこと。こういうふうに動くことで刃先が逆に丸くなって悪い状態になってしまいます。スピードはゆっくりでいいですから、手元を保ってですねやってください。これでも背中を保ってですね作業をしてほしいと思います。包丁の重みだけで切れるようになりました。すごいですね、本職みたいな。